慶州市は、中華人民共和国湖北省南部に位置する、地級市、長江の中流に位置する、港湾都市である。かつて、慶州と呼ばれた地方の一部で、当時の中心都市、光陵は現在慶州市内に、慶州古城として残っている。歴史上、様々な武将たちの争奪の地となり、特に、後漢末期から三国時代にかけては激しい戦いが繰り広げられた。国家歴史文化名城に指定されている。市の面積は 14,067 平方キロメートル。西部は高く、東部は低い。蛇行する長江に沿って、市域一帯は細かな分流や水路、湖沼に覆われている。慶州は長江中流域に位置し、武漢から西へと続く。江漢平原の一部をなしている。市の中心地である、左宿は、市域の東部、長江北岸にあり、古代から現在まで港湾として名高い、左市と一体化している、慶州区は、慶州古城の所在地で、かつての光陵城のあった場所である。市の東は、武漢市に、南東は皆、寧市に、北は、荊門市、専門市及び潜江市に、西は、長江の渓谷、山峡のある。義昌市に、南は、湖南小竹陽市に、それぞれ接している。慶州古城現在の慶州市周辺は、長江文明が栄えた地であった。6000年前の大谷文化の遺跡も出土している。また、春秋時代、戦国時代の諏訪の首都、永はこの周辺を移動していた。古代の地域名である慶州は、かつての九州の一つで、前漢初期の13州の一つでもあり、現在の湖北省と湖南省にまたがっていた。慶州は長江中流の水運による交通と物流の拠点で戦略上の要地でもあり、兵家必争の地とされた。後漢末期の赤壁の戦いは、慶州市域の東部の烏林で起こっている。三国時代には、魏、呉、蜀三国の境界の地となった。南北朝時代、南朝の張は後期に、建康から光陵に首都を移し、その後の光陵は引き続き、光陵を首都とした。陸朝時代、前秦の南下により、襄陽から光陵に、慶州の中心が移され、以後清代まで、慶州府の中心は、光陵にあった。光陵城の近隣には河口である左市が発達した。日清戦争の敗戦後、下関条約で左市は、開港地となった。日中戦争では1940年6月に左市は日本軍に占領され、終戦まで占領された。中華人民共和国成立後、慶州周辺は何度も行政区分の変更が行われた。1994年には、左市、光陵県、慶州地区が併合し、慶左市が発足した。1996年に、慶州市と名称変更され現在に至っている。市の総面積 14,067 平方キロメートルのうち、区の面積は1558平方キロメートルであり、市街地の面積は53平方キロメートルほどである。西勝区、3県級、市、3県を管轄する。慶州地区、編集慶州長江大橋要線区、編集佐志市、編集佐志市、編集慶佐市、編集慶州市。編集農業、漁業のほか、工業では紡績業が中心。また、三国志演義などをテーマとする観光地でもある。左市区にある慶州左市空港はかつて民間定期路線が就航していたが、現在は一般航空のみ利用可能である。二高高速道路、固有高速道路、G27 国道、G318 国道等が経由しており、武漢からはバスで高速道路を走り3時間ほど。慶州博物館、蘇以来の遺跡や名跡が慶州には残っている。400年以上にわたり、諏訪の国都であった、紀南城をはじめ蘇時代の都市遺跡が5カ所、遺物が発掘された場所が73カ所、その他墳墓は800カ所以上見つかっている。当時の詩人、屈原にゆかりの地でもある。三国時代の史跡が数多く残る。例えば、長江沿岸の烏林があるほか、慶州の守備を任され、最終的に命を落とした、蜀漢の関羽ゆかりの地でもある。光陵は三国争奪の城であり、呉の孫権に、光陵攻略を命ぜられた周瑜が、魏の曹仁、徐晃を破って攻め落としたが、この際に、地名称を負っている。長江に明けた港湾都市である左宿と城郭都市の慶州古城がある。慶州区は隣接しており、両区の市街地は一体化している。慶州古城はかつて広陵城と呼ばれ、近年まで旧広陵県の中心であった。関羽が最初に建設したとされ、以後多くの戦闘で争奪の対象となってきたが、現在残る城郭都市は1646年に再建されたものである。城壁の高さ9メートル、厚みは10メートルで、周囲は 9.3 キロメートルの大きさである。城壁、城門などの保存状態は良好である。慶州古城の中には、慶州博物館があり、慶州周辺から出土した資料が展示されている。特に2000年前の男性のミイラは、保存状態の良いまま発掘され、博物館に収められている。戦国時代に作られた絹織物や漆器の出土品なども展示されている。他にも現代に建てられた松下寺、秋代長江沿いに建てられた万寿宝塔などが市街地の名所になっている。ありがとうございます。